にしたのは三原監督、福岡です。まだ一人だけ、和子から鈴木、右に駒野が大きなスペースで待っていました。余裕を持ってトラップができます。コントロールしていいクロスだ。石津の同点ヘッド、完璧なクロス、そして完璧なヘディングシュート。石津が同点弾をぶち込みました。福岡が1対1に追いつきます。駒野の右足のクロスの精度、これもまたすごいですね、はい、思わずうなってしまう精度です。素晴らしいクロスです。さあ同点に追いつきました福岡です。石津のヘディングも高いですし、やはりあれですね、はい、ズズが真ん中に入ることによって愛媛のディフェンスがズズに引っ張られてしまってますね。まあ、駒野に対しても